ネズミがおるか。まあよい、いずれ退治してくれよう。十兵衛殿でござるか。半蔵殿はここに来ておる。ああ、さすが半蔵殿だ。全く気がつかなかった。天草はこの拙者の気配を察しておった。我らの動きにも感づいているようだ。うん、時に上様のご様子は。すっかり天草の棚心に乗せられておる。恐怖に骨抜きよ。もはや徳川幕府とは名ばかりの存在だ。困ったものだ。このままでは国中が天草の恐怖に息を潜めて暮らさねばならなくなる。また邪神軍に新たな動きがある。一刻も早く反乱勢力を結集せねば、もはや手遅れになる。だが多くは農民や町人だ。この者たちをまとめ上げるには何か大きな力が必要でござる。それだ。今日耳にしたところによると、天草に反抗する政権使とやらがいるらしい。まことでござるか。うん、天草はなぜかこの政権使の存在を恐れておる。うまくすれば大きな力になるやもしれん。どこのどいつかは知らぬが、力になってくれるというなら大歓迎でござる。天草を倒すためには政権使を味方につけることが必要だ。天草より先に我らがその政権使と接触するのだ。キキ、一方爆炎獣、この術は久しぶりだな、知らぬ意見が。半蔵、いいかかれ。政権使殿とお見受けいたしたが、我らは邪神の支配から人々を解放せんと立ち上がり申した。我らに力を貸してくだされ。力を貸していただくのは俺たちの方だ。共に天草を討とう。一方爆炎獣、邪神城が崩れていく。政権使の勝利だ。歴史は世に何をせよと。邪神は封じ込められたとはいえ、この乱れた世を元に戻すことこそ上様のご使命。世にできるというのか。上様、邪神とはこの国の、いやこの地上に生きる人々全体の心の問題なのです。大義であった。これも運命であろう。して、その政権使たちにはこれからどんな運命が待ち受けているのかな。